空軍省はかつて1918年から1964年の期間に存在したイギリス空軍を統括するイギリスの行政機関。第一次世界大戦末期の1918年に創設され、1964年に廃止された。限られたリソースを有効に活用するために、開発機種が重複しないように、軍用機の使用の策定、生産のための資材の手配、 航空機の分類符号の付与、規格の策定等を統括した。ドイツ航空省は民間航空行政も統括したが、空軍省は軍用機のみに限定された。イギリスでは民間航空行政は航空省が統括した。1964年4月1日に海軍本部、戦争省、空軍省が統合して国防省に再編された。 第一次世界大戦により、資材は逼迫し、優先度の高い航空機の生産を統括する機関の設立が望まれた。当時はまだ民間航空は未発達で郵便輸送くらいだった。空軍省が設立されたことで、資材の供給が円滑になり、開発機種を事前に絞り込むことで重複する、開発によるリソースの無駄遣いを避けたり、 航空機の規格が策定されたことで構成の航空機の開発・生産において一定の役割を果たしたとされる。英国公的機関改革の最近の動向。内閣官房。2020年7月2日閲覧。ありがとうございます。